クリックエアーはかつてスペインのバルセロナに本拠地を置いていた格安航空会社であるスペインのフラッグキャリアであるイベリア航空によって設立されたイベリア航空はかつてはスペイン国内戦ではほぼ独占状態とも言えるシェアを獲得しておりその点では特に運営に問題はなかったヨーロッパにおける空の自由化が進み1985年にライアンエアーが 1995年に EG ジェットが創業して低価格な運賃を売り物にし参入したが、これらは主に EU 圏内の外国とスペインの都市とを結んでいたため、国内線ではイベリアの優位は続いた。しかし2004年、スペイン国内で初めて、純スペイン資本の格安航空会社であるブエリング航空が設立された。これは、 国際線以外にもスペイン国内線を数多く、しかも安価に運行したためイベリアのシェアにも陰りが出てきた。これに対抗するため、2006年にイベリア航空や ACS、イベロスターなど、スペイン国内資本の大企業が集まって格安、航空会社を作り、イベリアの一部路線をこれに移管した。当初は、キャテアという名称で呼ばれたが、クリックエアに、 すぐに名称を変更した。2009年6月現在54都市間を運行していたが、70都市程度にまで規模を拡大する予定であった。しかし、2009年7月9日に、クリックエアー設立の契機となった、ブエリング航空とが合併。これにより、クリックエアーの名前は消滅した。エアーバス A320 全機エアバス A320 から200で運行する。 ありがとうございます。